外出じゃない、質の質問でしたらすみません。配信のカモネちゃんモデルはご自身で制作されたんですが、可愛いので全身図が見たいです。あと、ライブ 2D 版カモネちゃんの制作予定はありますか？はい。そうですね。まあ、これ自体は自作のモデルですね。自作のモデル。ただ、Vroid っていうアプリがあるんですわ。Vroid。VROID。Vroid。どこが作ってるやつだっけ？ニコニコでした？ドワンゴでしたっけ？が作ってる、まあ、その、ぶっちゃけて言うと、もう配信用のアバターを、もう簡単に作れる、お絵かきソフトみたいなやつがあるんすわ。あ、ピクシブか。ごめん。なんかね、その辺結構ごっちゃになってんだよな。ほんとすいません。多分ピクシブだわ。っていう、まあ、そのアプリがありまして、それで作ってますね。やったのは、まあ、顔とかの大きさとか輪郭はまあちょっと調整して、目は描いて、目とか 眉毛とかね。まあそういうのは普通に手書きで描いてるんだけど、あと髪の毛もあれか。まあ自分でピッ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 一本一本引いていった感じなんで、まあ自作ではあるんだけど、すげえ楽に作れますね。多分、絵を描いたことある人だったら、なんだろう。まあ、1、2時間あったら、モデル作れるんじゃないかなって思います。あ、1、2時間はちょっと多分人によるか。まあ、そんなに苦労はしないと思う。という感じのアプリがあって。まあ、それでできます。で、まあ、もともと、昔自分は 2D のアバターでやってたんですね。もともと 2D アバターでした。で、2D アバターでやってたんだけど、やっぱね、なんだろうな、表情の反映とかが、とか、その、なんだろうな、その、モーションの反映が、まあ、そこまで正確にできないなっていう部分で、どっちかっていうと 3D の方がいいのかな、みたいな、感じで、まあ、作り直したのがこれです。で、ちなみにその、今ね、これデザインに問題があって、ちょっとパーツ1個足んないんだよね。髪留めの、アケコンボタンなくなっちゃったんだよな。なくなっちゃったんだけど、まあいいやつってそのまんまにしてますね。全身図か。まあとりあえず映すか。引っ張りゃいいんでしょ、こうやって。こうするしかないよな、これ。はい。全身映ったよ。他に手段あるのか、これは。はい。こうやれば、とりあえず見えるのかな。普通よ。とりあえずね、そんなに何も変なことはない。なんか、普通にパーカー着て、なんだ、ストライプのシャツ着てて、なんか、短パン履いてて、あとはカジュアルな格好です。っていう感じですね。よいしょ。です。で、まあ、昔作ってたのは、まあ、フェイスリーグというか、まあ、そういうアプリでやってたんだけど、完全なライブ 2D では、で、その、1からパラメータ設定して作るっていうのはやってないのよ。1からガチガチに作ったのは、まあ、大昔にフラパンでやったレックスとかは確かほぼほぼ手付けだったような気がするけど、あれ以外は、まあ結構適当に作ってるやつですね。なんで、だったんで、あんまりな感じですね。だまあ、一応、なんだろうな、俺の話はまあどうでもいいんですけど、競技アバターっていうと、正直ね、2D の方がいいとは思う。思うというか、マックス値で言ったら 2D の方が絶対いいんだろうなっていうのは今データとしてあるよね。その 3D のアバターでリアルに動くのもいいけど、マックス値として今期待されているのは、すごく可愛いアニメキャラクターが動いているようなものの方が求められているんだなっていうのはわかる。わかるが、その要するに2次3次とかホロライブみたいなね、そういうやつあるじゃない。
ああいうところのを作ろうってなった時の労力はね、まあ、まあ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 って感じですよ。あれはね、かなり大変だと思う。ちょっと日曜大工的に作るかっていう、あれではないね。そこそこのは多分みんな作れると思うんだけど、あれはかなりね、すごいわね。で、今俺が使ってるこの V ロイドで作ってるやつは、まあ、コストもそんなにかかんないし、その、なんだ、イラストで作るよりも、その、モーションキャプチャーというか、この反映自体はかなり正確にできる。で、ちゃんと物理演算もあるから、まあ、髪の毛も揺れたりするし、まあまあまあ、落としどころとしてはいいんじゃないのみたいな感じでやってます。はい。まあそんな感じですかね。とりあえず全身も見せたし、ライブ 2D 版の制作予定はありません。という感じで、回答になります。お便りいただきありがとうございます。まあ勉強がてらね、ちゃんと作ってみたいという気持ちはなくはないんですけどね。なくはないんですけどね。なんかね、似たような質問がもう一個あったような気がするんだよな。気のせいだったかな。あった。興味がない人にとってはあれな質問が続いて申し訳ないんですが、まあ、来たからにはちゃんと答えていきます。続いてのお便りです。ファンアート描きたいです。全身見せてください。裸、裸を見せてちょうだいの画像画像略ちょ、これさっきやったなみたいな感じ。裸が見たいわ。ちょっと待ってね。なんかうまいことこう、うまいことやる方法ねえかな。これを複製して、いらんもんは消していって、いやダメだなこれ、ダメだ。こっからになっちゃうのか、難しいな。いや、あのね、全身を映すためのシーンがないのよそんな誰も求めてねえだろうと思ってまとめちゃったからないんだよな。ちょっと待って、どっかにあるよな多分。なんだっけ、ルーペットを追加すればいいんでしょう。これをコピーして、いや、貼り付け参照じゃねえ方がいいな。これでゲームキャプチャーにして、特定のウィンドウキャプチャーでルーペットにして、表示されねえ、なんでだ、なんでや。まあいいや、ちょっとこうするしかないわ。ごめんね、ちょっと独り言ブツブツ言ってる配信になってるけど、許して。
これで声乗った？さすがに乗ったか？乗ってそう。じゃあちょっと、これで許して。乗ってない。乗ったでしょ。さすがに。嘘言ってもわかるよ、俺は。はい。とりあえず。ちょ。すごいアナログな回転方式。なんかすごい姿勢が悪いね、彼ね。ちょっと頑張ってアップします。これね、これ見ないでほしいんだけど、かもこちゃんのね、後ろ髪おかしいんだ、これ。そうはならんやろ、みたいな。そうはならんやろ、みたいな髪型見て。シルエットだけ整ってりゃいいや、っつって、俺が手を抜いたのがわかる。この後ろ髪見てほしいよね。彼ではないね、確かに。彼女にしておきましょう。そうでしょう。これね、おかしいんだね。だから、ここはね、あんまり気にしない方がいいと思う。ペラッペラやぞ。そう。ペラッペラなんですよ、ほら。まあ、基本的にはあれだよ。だから、パーカーを普通に着ている人です。ちょっとなんか埋まってんな。ちょっと身が見えそうだったのやばいな。いや、身は確か消したはずだから多分大丈夫。ほらね、ないでしょ、ほら。こんな感じです、とりあえず。このね、履いてる靴はね、なんだろう、サンプルでついてるやつだから、そんなに、なんだろうな、意図はない。普通にカジュアルな格好だったらいいんじゃないと思います。何なのこの配信。はい、という感じで、外苑さん、チアありがとうございます。ちょっとすげえカメラ引いたまんまじゃん、これ。ちょっと待って。まあ、これで視聴者数が減ってもしょうがないですね、という感じです。まあ、すげえ書きやすいデザインはしてると思うんで、はい。はい、という感じです。まあ、そんな感じで、じゃあお便りいただきありがとうございます。これで配信開いた人、なんだよってなるもんな。何の配信なのってなるかもしんないけど、許して。許して。